上りホーム下りホーム漢字駅は、兵庫県神崎郡市川町天マ屋座小木原にある、西日本旅客鉄道番端線の駅。相対式ホーム2面2線を持つ、行き違い設備を備えた、地上駅である。配線は、Y 字分岐ではないものの一線スルーにはなっておらず、ホームは方向別で分かれている。上りホームの東側には留置線があり、陶器などには、 保線車両が夜間退泊している姿を見ることもできる。駅舎は姫路方面行きホーム側にあり、反対側の寺前方面行きホームへは、保線橋で連絡している。福崎駅管理の簡易宅駅で、早朝と夕方以降は無人になる。窓口での発見は、ポスター末によって行われる。簡易宅駅であるが、すべての扉が開く。IC カード対応の券売機と、 男女共用組取式トイレが設置されている。自動改札機はなく、代わりに IC カード専用簡易改札機が設置されている。兵庫県統計所によると、2016年度の1日平均乗車人員は875人である。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。菅寺駅を出て、左手には菅寺駅前公園があり、万端鉄道に関わった。 内藤理八の検証費が置かれている。以前は駅を出て、すぐのところに、キオスクがあり、新聞や土産物などが売られていたが撤去され、同じ場所には、ジュース等の自動販売機がある。周辺には、新聞の自動販売機、ただし非信用金庫、市川町立市川中学校などがある。駅から出て、しばらく直進すると、QJA 兵庫西アマチ支店がある。 ここでは、駅周辺の町おこしの一環として、地元の自治体等によって、都市に一度ビアガーデンが計画されている。さらに、東市川を越えると、市川町役場があり、さらに南東には、マックスバリューや五大薬局、ザダイソー、町立の文化センターや図書館などがある。北方向に、徒歩10分ほどで、市川町立漢字小学校や市川郵便局に行ける。 ありがとうございます。